さあもう千里先輩がゲットできたら終わろうと思います。これで終わりましょう。ありがとうございました。今日のガチャは短かった。どうも、いさましです。というわけで、マーシーがお送りします。バンドリー。さあ、というわけで、ガチャが復刻しました。ホワイトホワイト、ジョイフルガチャー！ということで、昨年ね、千里先輩をゲットすることができなくて、悔しい思いをしましたが、リベンジする時が来ました。はい、今回は、ホワイトデー限定の千里先輩を狙って、ガチャを引いていこうと思います。で、ドリフェス限定がね、もうあと1週間後に控えておりますので、あんまり、ちょっとね、ガチャが引けないんですけれども、なんとか、はい、まあ、今回こんだけね、スターがありますんで、まあ、100連ですかね。100連を使って、佐藤先輩を狙っていこうと思います。では、まずはこちらでね、スペシャルセットがありますんで、これを使っていきたいと思います。スタート！さあ、もう千里先輩がゲットできたら、終わろうと思います！これで終わりましょう！ありがとうございました！今日のガチャは短かった。どのぐらい当てれますかと。お、これ、あれですよ。ホワイトで限定のアコちゃんね。鶴舞心ちゃんがいますけど。200連。さあ、来るか、千里先輩。お願いします！もうこのガチャでここで終わろう！千里先輩、来てる！花園大ちゃん、これはフラグ！あー、ひなちゃん！私の短冊！待って、僕の千里先輩。まあ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 、久しぶりに星4が見れて虹が見れたんでね、嬉しかったです。はい、というわけで、じゃあ普段通り引いていこうと思います。さあ、まあここでまた虹が来てくれたらね、嬉しいんですけれども、まあ、今後100連なんでね、前回ちょっと100連散々な目に遭いましたけれども、だから今回乱数調整でね、今回いい結果になるんじゃないかと自分の中では期待しております。アコちゃん。めっちゃピカピカできるよ。お、でも結構アコちゃん来てくれるな。これは嬉しいですね。やっぱり限定のね、アコちゃんこうやって来てくれるのはね、嬉しいですよね。連戦連勝。ガチャもそうなりたい。さあ、30連目行きたいと思います。30連目どうだ？来い！黄色。さよさんですね。今はただ、白金さんを信じましょう。俺も今はね、ただ、白鷺さんを信じてます。白鷺への挑戦、マーシーね。丸山彩ちゃんからの千里先輩。つぶちゃん。あ、絶対それがいいと思う。もう天井は無理だよ。つぐみちゃん、久しぶり。いや、黄色だな本当に。ここ最近ちょっと虹があんまり見れてないですね。あこちゃん、すごい出るな。連戦連勝、宇田川あこちゃん。まあいい感じに、アコちゃんは来てくれてるから嬉しいかな。千里先輩です。お願いします。虹！黄色！虹を見るまでは安心できないからな。これ確定枠。あ、アコちゃん。カピカ！すごい出る。まあ星さんはね、結構出てきてくれてはいるんだけどね。まあ見たいのはやっぱり星4なんだな。これ虹。ため息しか出んようになってきたわ。まだ100年も引いてないけど、徐々に口数が減ってきてるわ。あこちゃん、ピカピカ！ピックアップ仕事しとるな。あこちゃん、あこガチャだ。あこちゃんしか出る気がしない。黄色、またあこちゃんかな。アコちゃんだ！やっぱりアコちゃんだった！本当にアコちゃんだった！期待を裏切らないな。連戦連勝じゃないな、もう期待を裏切らない宇田川アコちゃんだよ。黄色だ、また！あ、タエちゃんだ！いやー、タエちゃん来たのにな。去年もタエちゃんよく当たったんだよな。じゃないんだよな。その隣に内里先輩が欲しいんだよな。ただ波は来たぞ。これはいい。いい波が来た。タエちゃんが来たことによって、今まで続いてたアコちゃんの、アコちゃんのレールがちょっと変わったね。行くぞ。90連目。これはいい波が来てるぞ。よし！終わろう。来い。ミッシェル！世界を笑顔にするのがハロハピですからね。まあこれもね、いい美咲ちゃんなんだけどね。ラスト10連行くぞ。頼む、来い。まだわからん。
これまで紡いできたガチャの系譜、それをここで終えるわけにはいかない。この触り心地、ふわふわしてて気持ちいいよ。田澤はずみちゃんがね、心底尊敬してやまない先輩、それは白崎さと先輩、ともえちゃん、そしてカノン先輩の親友は千里先輩、丸山彩ちゃんの親友は千里先輩。ふっふっふ、皆さん次の企画をお楽しみに。次なんてもうない、今回で千里先輩を当てるんだ。だから今回は甘やかすのはなし。辛辣。では単発を引いていきます。100連当たらなかったからな。おい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 、これは来たぞ。このロードの長さは確実にこれは黄色以上でしょう。さあそろそろ来るか。来た、佐藤先輩お願いします。たぐみちゃん、そうだ、近道を使えばいいんだよ。その近道教えてくんない？